皆さん、こんにちは。今日は2022年12月8日木曜日です。今日のテーマは中国のゼロ感染者政策ですね。緩和されて、でも各地域ですね、本当にむちゃくちゃなんですよ。やはり政府はですね、真実言わないので、 真実を一気に言ってしまうとですね、今までは想でしたよっていうのがバレてしまうんですね。なので、はっきり言わないですし、でもウーポンにしないといけないんですし、この夢中のところが一番危険なんですね。なので、国民はどうすればいいでしょうかと悩んできます。これについて話をしたいと思いますが、ニュースが多くて、まずニュースのことにしたいと思います。一つ、 アメリカ EU 貿易技術評議会というのがありますが TCC ですね。これは2021年に設立された組織ではあるんですが、当時の目的ですね、貿易のルールと産業、あるいは技術の標準化にしようとしています。西洋側は連携して中国と対抗するという組織だと言われていますが、12月6日、長官レベルの会議がありました。 アメリカで開催されました。ブリンケン国務長官、商務部代表ライモンドさん、そしてアメリカの代表、貿易代表ですね。台湾の方ですが、キャサリン・タイさんですね。という委員会副委員長、ドンブロフスキーさんも参加しましたけれども、今回の議題としては、中国に対して半導体の生産にしようかと、みんなで輸出しないようにしましょうかと、 アメリカという半導体の製造を強化して、中国に対してそういう原材料ですね、依存しないようにしましょうと。またこれから一つのチームを設立して、お互い国の政府ですね、そういう施策、自分の国でのそういう半導体産業の製造に対してそういう支援とか援助する施策を共有しましょうと。しかし、あることで揉めているんですよ。 アメリカの電気自動車の製造、推進、支援する施策なんですよ。バイデンさんはですね、アメリカのことをこれから製造大国としてやっていこうとしてるんですね。アメリカの産業ですね、守ろうとしています。特に自動車産業と半導体産業ですね。なので、アメリカの電気自動車はですね、まあ、基本ですが、アメリカの電気自動車は、そういう部品もバッテリーもですね、全部アメリカで製造できたら、 あの使用するという意味ではあるんですが、なのでアメリカの会社はものすごい積極的にあの電気自動車ですね、製造しようとしてるんですが、でも EU 側はですね、やはり嫌なんですよ。やはり自分の国の貿易を守っているよねというイメージですね。これはやはり揉めているんですね。結果はないんです。そしてまあアメリカと EU 側の会議ですが、 アジア地域ですね、参加していないことをやはり少し、えー、寂しいというふうに思います。次ですに、アメリカのアリゾナ州フェニックスにある台湾の半導体メーカーですね、TSMC の工場はこれからさらに拡大します。12月6日、バイデン大統領は TSMC の工場、 そういった拠点建設をお祝い、そういう式典に出席しました。そしてアップルの社長さん、クックさんも出席しました。スピーチしました、バイデンさんは。TSMC の投資にありがたいですと。アメリカ史上最大の外国からの投資ですねと。二つの工場は稼働すると、1万人の従業員は雇用できます。 そして建設工事は今はですね、1万人超えています。建設する工事の方ですね。そして2024年に稼働できるように期待したいですと言っていました。そして TSMC 社も同じ日に発表しました。2つの工場の近くにさらに新しい工場を作りますよと。その工場で3ナノメートルのチップを製造しますよと。そして 2023年から工事スタートとして、2026年から生産稼働予定です。合計の投資金額は400アメリカ億ドルですね。400億アメリカドルを超えるんですよ。5.5兆円ですね。まだ現在建設している工場は5ナノチップのですね、5ナノメートルのチップを製造する予定でしたが、これからは4ナノメートルにしますよと発表してました。つまり、 最先端のチップをですね、そこで製造するよということですね。アメリカのショム部は発表しました。すべての工場は稼働できたら、アメリカの半導体は自給自足できますと発表しました。あの、本当にですね、アメリカは力を入れています。次です。3。アメリカはですね、台湾に対して100パス、最先端のパトリオットという防空ミサイルですね、売りますよと発表しました。 これから国会で審議されます。約3十日間かかりますが。また、防空システムのレーダーの設備も輸出します。約8.28億アメリカドルですね。最先端のパトリオットミサイルは3型であって、マッハ5のスピード出るんですよ。音速5ですね。五倍ですね。また、F-16 という戦闘機の予備部品も売却しますよと発表しました。 まこれはですね、目的は台湾の防衛力を強化してもらいますというふうに発表しました。まあ、そして日本の防衛費用ですね、まあ、ニュースにも出てるんですが、2023年度から5年間、約大体2027年までですね、防衛費用は総額43兆円にしますと、これは2019年から今年まで、2022年までの防衛費用は大体27兆円でした。 まあこれからの防衛費用はですね、今の1.5倍増しっていう計算ですが、まだ2027年からも増やしていくよと言われていますが、目標はですね、GDP の2%ですね。まあ、これも非常に自分はですね、やはり自分で守るっていう意味ではあるんですが、非常に良いというふうに思います。まあ、台湾はですね、 まああのアメリカに対してそういう投資もできるんですが当然ですがアメリカからそういう武器も買うんですねでも自分で開発製造もしますそして半導体もですねそういう産業も、えー、輸出もできて非常にですね TSMC 社は頑張っているんですねまあ韓国はですねこの23年ぐらいですねすごい韓国は武器の輸出の大国になってきましたねこれも動画で話をしましたが これはですね、日本がやはり厳しいのが、やはり周りですね、北朝鮮もそうですし、まあ、特に中国もですね、あるいはロシアもそうですし、そういうクザが多いんですよね。そういうふうに思いますが、あの、そういう状態ですね。次です。4。12月6日、北朝鮮側はですね、午前10時から日本海に向けて約90発の砲弾ですね、発射しました。まあ、ロケット砲でしようと言われています。 北朝鮮側はですね、韓国側は先に挑発していて、あの砲弾を発射したからですと攻めていたんですね。12月5日、北朝鮮側は日本海に向けて約130発の砲弾を発射したんですね。まあ、これはですね、中国の技なんですよ。まあ、韓国に対して警告でもあるんですが、韓国とアメリカはやはり距離が近いんですね。最近軍事演習もしますが、 北朝鮮側のですね、砲弾は100%とは言えないですが、中国からなんですよ。列車は毎日走っていますので、<laughs> 中国側はですね、そういうね狙いですが、大体失敗するんですね。韓国に対してそういう圧力をかけて挑発すればするほど、 韓国はですね、アメリカ寄りになっていくんですよ。なので、自業自得ですねというふうに思いますが、しかし、これで判断できるのは、この状態はですね、かなり続くというふうに思います。次です。5。12月5日と6日、ウクライナ側は無人飛行機を操縦して、ロシアの領土に入って、軍の空港に止まっている、そういう爆撃機と燃料タンクを狙って破壊しました。 ウクライナ側は連続2日間ですね、ロシアの領土に入って無人飛行機ですね、操縦して攻撃しました。そして、T、u 2 2 m TU-22M ですね、戦略爆撃機が燃えたんですよ。 なので攻撃されたでしょうと言われています。これは非常に珍しいことであって、まあ、安いあるいは高い技術でもないんですね。そういう無人飛行機で戦略爆撃機を攻撃したんですね。まあ、これはロシア側は自慢しているんですが、最強の武器ではあるんですが、tu-160。そして、 まあ、あの、16機ですね。そして TU-95 というのは56機所有しています。これは、あの、本当にですね、地球を壊すようなものですよと自慢しているんですね。戦略爆撃ですが、核弾頭搭載可能です。そして同じ、今攻撃された同じ空港に保管されています。これで見るのはですね、ロシア側の防空システムは機能していたでしょうかと思いますが、 まあ、やはり、防空システムがないと、これからは難しいでしょう、というふうに思いますが。しかしですね、バイデン大統領は、えー、今日発表しましたが、ウクライナに対して、そういう攻撃するとかは、アメリカ知りませんよ、と。アメリカは別に、指導したりとか、指示したりとかはしていませんよ、というふうに言っていましたね、まあ。つまりですね、アメリカとは関係ありませんよ、と説明したんですよ。これは、説明するのはいいんですが、もうちょっと、遠回しの言い方とか、 ないのかなというふうに思いますが。次です。6。大麻のデジャル発展賞ですね。一つの部署ですが、発表しました。中国のアプリであり、TikTok とか、小本集ですね。これは若い子に特に人気があって、あの、Twitter のようなものですね。アプリです。まあ、国家の安全に影響していますと。これから大麻の政府として、 例えば公民とかに対してそういう支給したスマホとかタブレットですね。これらのアプリを入れてはいけませんよと、使用禁止ですよと。また、政府の機構の指揮しないでのはやはり使用禁止ですよというふうに言っていました。ただしですね、ストアからそういう削除とか、国民に対してインストール禁止とかについてはこれから検討しますと。 外国の行動を見て参考にして検討しますというふうに言っていました。これはですね、インドはすごいんですよ。インドはですね、中国のアプリはもう基本ですね、全部禁止にしました。2019年から台湾の政府として中国側が作ったアプリ、ソフトを使用してはいけませんよという法律を作ったんです。12月6日、 メリーランド州ですね。アメリカのメリーランド州の政府が発表しました。政府の電子機器には中国とロシアのソフトを使用できませんよと、使用してはいけませんよと。また、これからホワビとか ZTE 社製のものを製品ですね。あの、例えば、えー、モバイル Wi-Fi とか、そういうものですね。Wi-Fi とか多いんですが、電子機器ですね。す、え、べ、ー、て取り替えにすると発表しました。そして、公開のアメリカの公開の議員さんは、 議案を提出しました。これはまだ結果は分かりませんが、今週中に結果は出るでしょうと思いますが、中国製の半導体、チップですね、の使用を禁止にしましょうという提案です。これについてまだ注目したいと思います。次です。7、習近平はサウジアラビアへの訪問ですね。決まりました。3日間の訪問予定ですね。あの12月6日、中国の外務省はですね、記者会見があって、 記者に聞かれて返答はありませんでした。そして12月7日の午前になって公開しました。習近平は国王様、そして王子様、まあ、皇太子ですね、と会談する予定しています。まだ初めて中国とアラブ国家首脳会談に出席します。サミットですね。そして中国湾岸協力会議首脳サミットにも出席しますと。 中東の他の国家の首脳と会談も予定しています。こちらはですね、2019年、サルマン皇太子さんと習近平の写真ですね。サルマン皇太子さんの顔をですね、見てほしいんですが、ものすごい笑顔ですね。あの、すごい笑顔を出してくれてますね。まあ、中国はですね、サウジアラビアから原油すごい買って言います。A、1位です。なので、サウジアラビアにすれば、習近平はものすごいお客さんですね。 そしてサウジアラビアは中国のスマホとか電化製品あるいは自動車ですね。買っていますので。そしてサウジアラビアはですね、お金持ちのように見えるんですが、財政はあんまり良くないんですね。例えばサウジアラビアは中国の主力労働に参加しました。これから2030年にはですね、新しい都市、未来の都市を作っていくんですよ。これも動画で話をしたことありますが、 まあこれはですね、中国の会社は協力して、鉄道とか、そういう発電設備とか、インフラ設備ですね。なので、そういうものを作っていくんですよ。当然ですが、マンションとか、そういう高層ビルとかも作っていくんですよ。まあサウジアラビアとしては、これから設計ですね。例えば、もし売れなくなってしまったら、やはり観光の名所地ですね、作っていくんですね。そういう傾向あるんですね。目標ですが。 なのででこれについいいててすす。ね、ままだ注目しし話をしたいと思います今日のテーマですが、中国はコロナ対策は緩和しているんですが、むちゃくちゃな状態ではあります。緩和しているところとまだ緩和していないところ、やはりバラバラですね。北京は12月6日に発表しました。商業施設に入ると PCR 検査陰性証明書は不要です。でも団地の出入りは自由です。 健康、バーコードのスキャンも入れません。ただし、ネットカフェとか、バーとか、KTV とか、ジムとか、飲食店ですね。屋内の娯楽施設に入ると、48時間以内の陰性証明書が必要です。そして、幼稚園から大学まで、つまり教育機構ですね、に入ると、PCR 検査は必要です。そして、条件としては、PCR 検査は無料ですよ、というふうに発表しました。 公衆ですが、交通機関の利用は基本ですが、PCR 検査陰性証明書は不要です。ただし、同じく学校とか教育機構に入ると陰性証明書は必要です。そして、薬局に行って薬は自由に買ってもいいんですよ、と。まあ、化石薬とか、そういう熱を避ける薬ですね。自由に買ってもいいですよ、と。そして、ネーハも同じです。上海は少し同じですね。 基本は PCR 検査は不要です。でも学校は必要です。ただし、他の地域から上海まで移動して、5日間の隔離は必要なんですよ。飲食店に行っても行けませんよと。そして PCR 検査は不要ではあるんですが、でも自由に受けることはできます。そして南京ですね。交通機関の利用は自由です。でも住宅の団地に入るときですね、陰性証明書は必要です。なので、 pc r 検査は絶対ですね。まあ大体ですね、中国は今はバラバラ状態ですが、ただし緩和はしているというふうに言えます。やはり外に出てもいいですよという意味ですね。そして航空機の便数は増えてきました。高速道路のトラックも増えてきました。ただし、まだ全国のウーポンではありません。12月5日まで全国の配達の営業所ですね。 まあコロナの影響で営業一時停止のところですね。まだ多いんですよ。そして世界の投資機構からですね。見て中国はどんな状況でしょうか。モルガン・チェースですね、発表しました。中国はこれからオープンになっていくんです。来年の春には完全にオープンなるでしょう。でも感染者は急増するでしょう。短期的に消費あるいはサービス業は良くないでしょう。 生産はまだ一時停止になる可能性はありますよと。つまり感染者は急に増えて、まあ生産ですね。工場はた例えばですね。あの、急に生産はできませんとなったりとかするんですね。それから2023年の第4四半期から GDP は急成長するでしょう。2024年もっと成長しますよと。ちなみに2023年の GDP 成長は4%でしょう。そして2024年中国の GDP はですね、 6%になるでしょう。なのでですね、これは本当に信用してはいけないんですよ。まあ大体ですね、アメリカのウォルカイのそういう投資機構ですね、大体プラス言いますね。あのすごい、やはり商売が大事ですね、向こうにすれば。やはり投資家からお金をいただいて運用しますので、それはですね、やはりプラス目に、あの、そういう情報を出さないといけないというふうに思いますが。 野村証券についてですが、情報としては、オープンがでてきています。野村証券はですね、非常にいいんですよ。まだ現実的ですよね、というふうに思います。そして現在、4.5億人は自由に行動できません。でも、先週は5.3億人でしたと。オープンなるのは、とてもいい情報ではあるんですが、でも簡単ではありません。つまりですね、野村証券の話は本当に正しいというふうに思います。 私の友達が野村商家にいていますが。そして中国の現状ですが、これはネットでのコメントとかネットでの話なんですね。あるいはみんなの認識ですね。政策上から見て、我々は自由には行動できます。外出、外に出てもいいんですが、でも数値から見て、あの、出てみてもいいんです。しかし、現実から見て、外出しない方がいいよね。例を言いますと、 これは気持ちの表現ではあるんですが、ICU から KTV へですね。まあ、ICU っていうのは、まあ、病院の、そういう重症の治療、そういう医療室ですね。まあ、KTV というのは、まあ、大体ですね、楽しむところですので、つまり感動はします。でも怖いです。政府はですね、未だにまだ真実言っていないんですよ。対応する方法については何もはっきり言えないですね。これは、まあ言っていてるところもあるんですが、 やはり地域によってそういう専門家の意見ですね、あるいは政府のアドバイスはですね、まあそういう表現ですね、やはり統一されていないのが今の現状ではあるんですよ。なので各地域の国民は市民はですね、本当にもう無茶苦茶です。何をすればいいでしょうかと、わからないですね。まあ根本的な原因ではあるんですが、あの、今までですね、やはり嘘をついてきましたし、急に今は大丈夫ですよと、我々は 二年前、三年前は嘘をついたんですよと、やはり言えないですね。なので、今は絶対大丈夫ですよというのも言えないですね。そして、国民に対して薬買ってもいいですよと言います。でも、どんな薬でしょうか絶対言わないですね。まあ、これはですね、国民の心配でもあるんですよ。あの、中国の薬ですね、当然ありますよ。でも、信用できないんですね。例えばですね、まあ、コメントもあるんですが、いただいていてありがとうございます。 例えば、留学さんですね。日本の漢方薬ですね。留学さん。私も、あの、試したことがあるんですよ。すごい聞きます。留学さんはですね、日本にしかないんですよ。中国にないんですね。なので、観光客ですね。日本に行ってものすごい買います。留学さんですね。そして、カコントですね。それも中国にないんですよ。日本にしかないんですね。 あの、ちなみにですね、前の動画でも話をしましたが、日本の漢方薬と中国の漢方薬違いますので、中国の漢方薬は、あの、嘘なんです。実はですね。日本の漢方薬は、そもそも日本の文化と西洋の薬の文化を入れて、の日本だけの漢方薬なんですよ。日本の漢方薬と中国の漢方薬は全く違いますので、 なので、みんな日本に行って、日本の漢方薬をすごい買うのがこの原因なんですね。日本の漢方薬もものすごい良いんですよ。中国の漢方薬はですね、あの、効かないんですね。それが問題というか、もうみんな分かっていますので、認識していますので、この原因でやはりみんなどうすればいいでしょうかっていうのが、やはり気持ちですね。不安なんです。この状態はすごい続くでしょうというふうに思います。 このむちゃくちゃな状態でウーポンとなってきました。これからは大変ですよ。まだこれについて話をしたいと思います。この動画はここまででしたと思います。最後、犬のボタンをお願いいたします。ありがとうございました。